岩田淳は日本のテレビプロデューサー。朝日放送ラジオ代表取締役社長。ABC 朝日放送でプロデューサー、編成局長、制作局長、BS 朝日上部執行役員などを歴任した。京都府出身。関西学院大学社会学部卒業。在学中は関西学院グリークラブに所属。卒業後の1八十六年に朝日放送に、 入社。制作技術に配属され、ドラマワイドショー、報道、スポーツなどのカメラマンを経験。1993年テレビ制作部に移動。探偵。ナイトスクープでは、チーフディレクターを担当し、後に、プロデューサーも務める。1999年東京支社制作部に移動。世界通海伝説。運命のダダダダーン。大改造。劇的。 ビフォーアフター最終警告。たけしの本当は、怖い家庭の医学といった番組を立ち上げ、全国ネットのバラエティ番組、スペシャル番組のプロデューサーチーフプロデューサーとして活動する。その後、本社テレビ制作部に再び移動し、探偵。ナイトスクープにプロデューサーとして復帰、気になるオッセロのプロデューサーも務める。 2008年に編成局企画戦略部兼務となり、同年11月テレビ制作部を離れ、2010年4月まで東京支社制作部長。2010年4月1日から2013年1月31日まで編成局テレビ編成部長。2013年2月1日から2015年12月31日まで編成局長。 2016年1月1日から2018年1月31日まで制作局長を務めた。2018年2月1日に BS 朝日に出向し、常務執行役員編成制作局専任局長を務めるから、BS 朝日制作番組のチーフプロデューサー等も務めた。2019年9月2日付にて古巣へ戻る形で、 子会社の朝日放送ラジオ代表取締役社長に就任。ABC テレビ BS 朝日。ありがとうございます。